速稼塾の暗号通貨ニュースでございます。今年に入ってね、たびたび紹介させていただいているこのフリービットコインというサイトなんですけども、これは完全無料で参加できて、ビットコインが1時間ごとにもらえるってやつなんですよね。もうこれについて、そのビットコインどっから来るんだよっていう風なね、まあごく当然なご質問というかコメントがありました。まあそれについて私はね、今更こんなコメントとか疑問が来るわけないと思ったんですけども、まあ来てますんで改めてお答えしましょう。このフリービットコインというサイトから私はビットコインをもらってますけども、じゃあどこからこのビットコインがやってくるんですかっていうのは、これは実はね、このフリービットコインに参加している人のお金なんですよ。どういうことなのかってことをね、お話しすると、ちょっとこの上の方のタブがありますよね。今私はこの無料 BTC ってやつだけをやってます。そしてこれだけをやることを進めております。しかしですね、見てください。ビットコインを乗算するとかね、賭けとか報酬とかランボを獲得するとか、ビットコインを獲得するとか、コンテスト参照するってあるでしょ？もっとってあるでしょ？つまり、こちらの方は手出しが必要なんですよ。ね。この無料ビットコインっていうのはね、確かにこれちま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 、月に数百円という金額のビットコインがもらえます。絶対利益なんで、私はこれだけをお勧めしてるんですけども、金持ちになることを焦る人がいるんですよ。その人がこういったところに参加します。例えばね、この賭けってのがあるでしょ。当然ですけども、賭けっていうことは失うこともあるんですよ。じゃあこのフリーってビットコインっていうのに参加してる人が、ビットコインが毎日ね、何十円何百円と増えていくの、もうこれじゃあね、全然金持ちになれじゃん、なれないじゃんってことで、一発逆転の賭けに行ったとしましょう。当然ここでは手出しが必要です。例えば、1万円とか5万円とか10万円を先に払わなくちゃいけないんですよ。で、払って当たったら、100万とか1000万とかっていうのが返ってくるんですよね。いわゆる宝くじみたいなやつなんですよ。でも、もうお察しだと思いますけども、ほとんどの方がそんなリターンを得れないんですよ。リターンを得るにしても、例えばね、100人の人が10万ずつ払って売り上げが1000万経ちました。そしてたった1人の人だけに300万が当たります。ね。そうすると10万払って300円もらった特定の1人は得をするんですよ。でもほとんどの人が損をするでしょ。その損をした金額がこの無料のビットコインのちまちまとした分配に当てられるんですよね。まあつまり無料のビットコインに私みたいに参加している人っていうのは集客させられてるんですよ。で、毎日この無料のビットコインっていうのを見るに、他のタグが気になって、こういったゲームとかでね、このバナーとかで遊びたくなるんですよ。遊んだら、ほぼマイナスになります。ですんで私はそういうことをやらずに、やることもお勧めしてないんですよ。このサイトで私が言いたいのは、無料でビットコインを毎日もらいましょうと。そして、あるサイトでしたらね、3年間で40万円になりましたっていう方がいらっしゃったんですよ。だから私もその道を選んでるんですよね。もちろん3年間で40万っていうのの中には、3年前にはビットコインというのは300万ぐらいでしたから。で、そうなってくると、ビットコイン自体が3倍以上に値上がりしたところで40万になったってことなんで、当時の金額で言ったら10万の利益ってことなんですよ。で、そういうのも込みで絶対に損をしないものをいくつか持っておきましょうっていうのが私の考えですね。で、これなんて絶対損をしないでしょ。手出しをしない限り。ただ、作業に来ないといけないんで、その時にね、数秒間とか数十秒間っていうのはここに費やすことになりますけどもね。例えば下の方に、もう回せますね。これ。回せないか、まだ。16分後に回せるんですけども、これで本当にわずかな数円とか数十円もらいに来てるだけなんですよ。で、こういったイベントに参加する人はまず損しますから。こういうのには参加しなくてもいいんじゃないのってことを申し上げてるところでございます。わかりました。だから、勝利の法則ってのは、絶対にイベントに手を出さないこと。で、ビットコインどっから来てるんですかっていうご質問はね、もうわかるでしょうってことなんですよ。宝くじと同じですから。ギャンブルと同じですから。大半の人がお金を払って終わりなんですよ。だから、お金をもらって儲かって帰ってくる人ってのはほとんどいないでしょ。だって運営のコストもかかるし、このサイトの、サーバー代とかもかかるわけでしょ。だからね、怪しいぞ、このサイト。どっからお金が来てると思ってんだ。ちゃんと出金できるのか。もう今そんな時代じゃないですからね。まあ、別に質問された方をね、コメント書いてくださった方をバカにするわけじゃないんですけども、まあでも、そういうふうな疑問が、起きるっていうことは、多分、私がそれに気づかずにやってると思ってるんでしょうね。だからそこは違いますよってことなんですよ。で、
暗号通貨をね、なんかこう、ギャンブルみたいにやるんじゃなくて、全くゼロからもらいたい人だけここですよと。ただし、全くゼロからもらうってことは、そんなにね、1年間で何十万とかにはなりませんよって話は、それは前提として、頭に入れておいていただきたいかなっていうところですね。じゃあ本日は以上です。お疲れ様です。今日も回すぞ。